気道が確保できたら、口対口の人工呼吸を行います。気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまみます。口を大きく開いて、傷病者の口を覆って密着させ、空気が漏れないようにして、約1秒かけて息を吹き込みます。この時、傷病者の胸が持ち上がるのを確認します。一旦口を離し、同じ要領でもう一度息を吹き込みます。うまく胸が上がらない場合でも、吹き込みは10秒以内に2回までです。口対口人工呼吸による感染の危険性は極めて低いですが、手元に感染防護具のシートやマスクを持っていると役に立ちます。口と口が直接触れることにためらいがある場合、または訓練を受けていない場合は、人工呼吸を省略して胸骨圧迫のみを続けてください。胸骨圧迫だけでも十分効果が得られます。反応がなくても普段通りの呼吸をしている場合は、気道確保を続けて救急隊の到着を待ちます。